石田のシュリフトってマジでどうすればいいの？についての反応集、0番隊の挽回すら平然と相手に返すんだけど、これ使われたら絶対に防げなくない？まあ使われる前になんとか石田を即死させるしかないんじゃねえかな。つうかここまで何でもありとは思わなかった。ブリーチ世界で能力攻略って行われた事例あったっけ？全部霊圧任せでご利用しされてるイメージしかない。愛禅の能力は残白等に触れれば効果を無効化できるという攻略法がある。つうか千年決戦編のクインシーは能力を攻略をしないと勝てないようなメンツばかりだよ。アンチサーシスの入れ替える2点の指定には目視での確認が必要って説がある。今回のアニメでもよく目に演出が入ってたしね。ゼロ番隊の力を解放して3倍を揺るがすほどの霊圧を解く肉もなく相手に返すアンチサーシス。イチゴがハイブリッドな種族を持つ霊圧お化けなら、石田はクインシーのバグだよ。脳を問答無用で完全破壊するみたいな使わせない以外に対処法はなさげ？石田が友達思いのチョコラテでほんと助かったよね。つうか今回の戦いで千住丸が言ってるけど、普通にマユリがクインシーで実験していたのも知ってるし、双剣を解剖したのも知ってるし、マユリと石田の戦いを見てもいるんだよな。別としているを使われても挽回状態なら苦もなく勝てると鷹をくくっていたのだろうが。この能力、ゼロ番隊の馬鹿げた霊圧を放つ挽回すら余裕で返すんですけど。逆に言えば流派バッハとコインの位置を入れ替えたように石田が視認できる距離なら自在に能力を使えるんだよな。ゼロ番隊じゃ足りなかったってだけでしょ。ゼロ番隊で足りないなら誰が足りえるんだよ。霊王の候補のイチゴやバッハじゃろ。まあだからこそユーゴのフロントシルトが刺さってはいた。ただあれも最初から盾の性能が判明してたら単純に盾と何かを入れ替えるでも何でも対策取れるよな。今回だと自分が捕らえられたという出来事と千住丸が捕らえられていないという出来事を逆転させているんだよな。本当に何でもありだな。一撃で殺す。ハッシュもだけど起きた事象を逆転させる能力だから逆に言えば一度は敵の技に身をさらさなきゃならない。千住丸が割と石田を舐めてるとこあったから逆転の隙があっただけで他みたいに問答無用で潰されてたら終わってた。はず。まあ流派バッハが開眼したことで新鋭隊もその恩恵に預かって挽回がそもそも効かなくなってた可能性はあるから問答無用でもダメだったかもだが。というかハッシュ含めて新鋭隊どいつもこいつもそんなのばっかやな。あのハッシュですら霊王を取り込んだ陛下相手でもお前のシュリフトならワンチャンあるぞ。正確には対抗できるかもしれないっていうくらいにこの能力は無法なんだよな。まあ舐めてたように見えても、ものすごい物量の布で押し込んでくるわ。足元に溶岩出すというえぐい罠を仕掛けるわ。フォローの群れで攻撃してくるわとえぐいコンボをやりまくってきたけどな。っていうかあの猛攻をフォルステンリッヒも使わず、ブルートと非連脚だけでしのいでるあたり、元のポテンシャルも相当上がってるような気がする。少なくとも新鋭隊やハッシュぐらいはありそうだが。原作だと陛下に持ち上げられてた以外は、全く戦わないし、戦闘描写割愛でハッシュバルトにボコボコにされたりとあまりいいとこなかったんだが、今回で完全に最強クラスだと実証されたよな。全力を出した千住丸を一人で片付けるあたり、騎士団の中では最高の戦績を叩き出している。というかこの石田相手に優吾は原作通りに勝てんのかな。流派バッハ海岸でハッシュも攻撃無効化してたり他もしれっと復活してるあたりバフは石田だけじゃなくてハッシュや新鋭隊のみんなにももたらされてるだろうから元々がハッシュ、石田での比率同じならまあ勝てるんじゃない？弱点は言われてる通りイチゴ並みにチョコラテなところだとは思う。これは石田本人の弱点であってアンチサーシスの弱点ではない。まあ即死させられたらダメそうなのはそう。正直、流派の血を飲んだぐらいでここまで超強化されるとはとても思えん。やっぱ双剣と竜剣は石田が力を使えないようになんか仕込んでたんじゃねえか。言うてキルゲが後で流派バッハにブルートの強度調整してもらおって言ってたあたり血飲んだら後は流派バッハ次第でステージレルっぽいし。石田右竜は友である黒崎一護のために戦ったよね。それってつまり友への愛だよね。いくら石田右竜でも一番愛しているものには攻撃できないよね。マッドサイエンティストな死神に祖父を解剖されるわ。始祖には母親を殺されるわ。父親に母の死体を解剖されるわ。マッドサイエンティストの知人には、マユリと違って死体を解剖する趣味はない。とあふられるわ。本当に死神にもクインシーにも散々な目に遭わされてんな。マジで信頼できるのは友達しかいねえじゃん。煽られに関しちゃ敵対視点だから仕方ないだろ。アンチサーシスは指定した2点の結果の逆転だから霊圧で抑え込むとかできる次元ではないからね。アイゼンなら強化水月で結果そのものを誤認させて対処とかできそうだけど。
そもそも優派の血を飲んでも強化とかシリフト発言とかよい部分だけ効果あって優派の糧になったりする。悪い部分はちゃんとレジストしてる当たり石だの体質からして特別感じある。この先は優派の血なんか飲んでないイチゴですらじオールマイティーでいいようにされるし力も奪われること考えるとなおさら対処はできても釣り合うわけではないって感じなんだよね。個人的にはアイゼンはあくまでじオールマイティーとかに本人の知能込みで対応したり騙したりできるけれど能力そのものはじオールマイティーやアンチサーシスの方が完全に上っていう感じ。アンチサーシスと釣り合う能力はマジで同じエイのじオールマイティーだけって感じ。ダメ押しでマッドサイエンティストのエスパーダに胃袋潰されたりもするしマジでマッドサイエンティストにトラウマしかない。小説で支援の姿見て胃袋ヒュンしてたレベルだもんな。オールマイティーに関しては未来予測能力も持ってそうな、っていうかイチゴ誕生とかの運命引き寄せてそうな、レオー由来の力っぽいのはわかるんだけどアンチサーシスに関して言えばガチで出所不明の力なんだよな。ユーハバッハの力マジでわけわかんねえ。力が覚醒してやがる。他の新鋭体と違って石田本人には不死性がないのが救いだな。何から何までマユリ戦とそっくりな負け方をした千住丸をマユリ様に見せてやりたい。首落とされて復活するリジェ、真っ二つにされた理体が氷結して砕けても蘇るジェラルド、死んだ未来を改変して復活した陛下、このあたりと比べると一撃で即死させれば復活しないからだいぶ変わるぞ。この能力なら真っ向から強化水月にも勝てそうなんだよな。起こった出来事を反転させる力だから、今回の千住丸のように強化水月にかけられた自分と強化水月にかかっていないアイゼンを変えればアイゼンを錯覚させることもできる。強化水月の催眠状態でアンチサーシスするためにアイゼンを見つけて指定するの難しくね。アイゼンだと思ってたのがハゲやヒナモリかもしれないぞ。というか絡めて型は無双できる。イチゴのようにわかりやすい火力で一撃必殺を決められるなら勝てる確率もあるが、下手な一撃でダメージを与えようものなら普通に反転させられるし、千住丸やアイゼンの残白刀なんて仕組みを理解されたらかもだよ。今回の千住丸のように相手に返して混乱している間に打っちまえば勝負にすらならん。横からだがじ、オールマイティーは未来見れるのに未来予測も持ってるとかちょっとよくわかんない。未来予測がどうやってイチゴの導きも霊王の力の影響や運命引き寄せになるんだろう。どうやって催眠状態で誰がアイゼンか確定できないのに自分と強化水月にかかっていないアイゼンを変えるの。そんな簡単に強化水月にかかってるのにアイゼンを判別できてたらひなもりはあんな目に遭わないやろ。催眠下でアイゼンを見つけられたらアンチサーシスも可能だろうね。そういえば視認する必要があるのか。でも普通に戦うとやっぱりアイゼンの方が不利な感じもする。石田はアイゼンの能力を知ってるけど、アイゼンが今の石田の能力を知っているとは思えんし、何よりアイゼンって石田に強化水月の視界を見せてないしな。アイゼンが石田の能力を知って強化水月にかけることができれば勝てる確率も十分だと思うが、アイゼンと入れ替えたと思ったらひなもりかもしれないのか。やっぱ強化水月強いな。視認する必要は不明だけど入れ替える2点を石田が把握してないと無理だと思う。その条件を催眠状態で満たすのは厳しい。さすがにアイゼンが勝つでしょ。アイゼンにも勝てたら石田より強い脳症や優派バッハしかいないことになるぞ。もし生と死の逆転が可能だったら無法すぎるな。正直石田の能力がまだ不明瞭だからなんとも言えん。このスレや他のスレでも死人が必要だとよく言われているが、本当に死人が必要なのかどうかもわからん。原作で説明されたのは指定した2点の間ですでに起こった出来事を逆転させるだけ。この指定をどのように行っているかでこの能力の恐ろしさが一気に変わる。まあ3階を揺るがす0番隊の挽回にも余裕で通用するからチートなのは間違いないが、今回の千住丸を倒した時点で今の石田を倒せるのはそれぐらいだと思うが、まあ串だからアイゼンには勝ちようがないんだがな。死神のアイゼンぐらいなら勝てる可能性も十分あるだろうが、宝玉取り込んだアイゼンはさすがにな。でもこの能力ハッシュが指摘したように本当にレオを取り込んだ優派のエイにも対抗できんのかな。だとしたら本当にヤバいぜ。これハッシュに負けてる当たり限界はあるんだろうな。アニメ版の強さだと未来史だけの夜のハッシュバルトに大苦戦してたのが謎になるよな。まあここも改変されそうだけど、起きた出来事に作用するから月島さんと同じく対象の時間軸は過去だから未来改変ではどうにもならないという意味かと。陛下が寝てると元の力も陛下になるんじゃね。バズビーやハッシュもシリフトが入れ替わるじゃなくて力が入れ替わるって言ってるし、さすがに優派の力を得たハッシュだと石田でも不利だろう。
まあ漫画だとハッシュバルトに追い詰められた時に初めて使ったような描写だから対抗するハッシュバルトもアニメだと石田に合わせて強化されるんだろうな。さすがに未来史を軽視しすぎじゃね。アンチサーシス疲労まで使ってないんだし、絡めてなしの捨て子老流がどう動くか分かってる状態なら原作のようになるのは十分考えられることだろう。陛下の力は所詮は借り物って言ってるからじ、オールマイティーに限らずハッシュバンは全部が劣化した状態だと思うよ。実は霊力の消耗が激しいという設定があればギリギリまで使わなかった説明にはなるな。現状、霊王は自分で動くことはできないため、未来を見て書き換えているのではなく、あくまでその未来を予測していたことになる。ユーハバッハは現状、自分で動くことが可能で未来を見て自分の都合がいいものに書き換えている。霊王の未来予測の中にじ、オールマイティの未来史の要素は含まれるとして、アンチサーシスはどっから生まれたんだよ。ってこと？石田のアンチサーシスは死人が必要だけど、霊王は見た未来が嫌だなって思ったらそれとこっちの方がええやん。お入れ替えれたと仮定すればアンチサーシスの要素はあると思う。フロインとシルトと世界調和のシナジー解説後にもアンチサーシス使わなかったことが能力の限界を示していそうではあるな。まあ舐めてるのと舐めくはまた別だからな。最後に自分から近づいて止め狙った当たり過程でやってしまっても構わん追い込み量的な感覚だったのかもしれん。少なくとも反律食らうまでは石田が自分の命に手が届くとはけほども思ってなかったろうなって。だってその攻撃で自分が死んでない以上跳ね返してもハッシュが死ぬ可能性低いだろうし、半端にダメージ与えると倍になって帰ってくるから自分が死ぬ可能性のが高いし、ダメージを与える以外にやりようがない程度にアンチサーシスも万能ではないと考えられるってことさ。そんな石田相手に優位取れるハッシュさん、戦闘以外の部分で石田に負けるという。千住丸の場合は石田と相性最悪だっただけでは？それはそう。死人が必要なら魚手で後ろ見ててもらえばいいのでは？強化水月、魚手、進む虫あたりの視覚に干渉する系と後出しじゃんけん系、即死攻撃系が弱点なのかね。相手の近く範囲外からの遠距離攻撃も速度と火力と範囲があればまだいける。ご視聴ありがとうございました。